冬休みですよ。どうも、はるきです。いやー、今年の冬休みがね、ここまで嬉しくないとは思いませんでしたよ。もうちょい遊びたかったよねっていう感じ。冬休み入るとね、俺の周りの人みんなね、もう布団から出たくないってなるんですよね、みんなね。遊ぼうよ、冬休みなんだからさ、遊ぼうよが一つですね、理由としてね。二つ目はね、彼女がいないからですよね。クリスマスファックというわけで、今回は、冬休みに入ったというわけで、期末テストっていうものがね、学生にはついてくるんですけど、脇がかいんだけど、ついてくるんですけど、それの点数をね、ちょっと公開してやろうかなっていうね、公開してあげちゃおうかなっていうね、そういうノリです。やっていきますよ。点数がいい順番にやっていこうかな。最後にクソ悪いやつをね、見せたいと思います。まず一つ目が、こちら。世界史の77点ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。77点は頑張りましたね。ちゃんと勉強しましたからね。次ですね。次、こちらですね。現代文でございます。70点。おめでとうございます。おめでとうございます。前髪を並んでございます。現代文は、もう、このアングルでいいや。もう、現代文は、取れますね。毎回ね。次は、古典でございます。もう、僕は古典大嫌いですからね、もうね。昔の日本の言葉とかなんか、何になるんだろうって思ってるんですけど、こちらです。6点アップしつつの48点。半分切りました。いやー、8教科あるんだけどね、3教科目で50点下回るっていうのはね、先が思いやられるよね。次は、保険ですね。みんな好きでしょ、保険体育。みんな好きでしょね。みんな好きだよね。ね。こちらです。47点。みんなね、保険なんか勉強しないでしょ。保険に命かけてる人、命ってかのテストの点数かけてる人あんまいないと思うんだよね。さあ、次ですね。次。数学でございます。数学はみんな勉強するよね。あれはね、勉強しないと解けないからね。やり方とかね。方程式とかわかんないからね。こちら。37点。危ないね。赤点危ないね。7点。なんかボンミスしたら30点、これ切れてたね。次、英語です。英語もみんな勉強するよね。英語なんか特にね、暗記とかね、文法とか覚えなきゃ解けないからね。みんなそれは勉強しますよって感じなんだけど、37点と。数学と一緒だよね。危ないね、またね。赤点ないからね。赤点ないからいいかなってね。思ってますけどね。あと2教科、次、家庭科ですね。もう家庭科なんかね、勉強するやついないと思ってるからね、俺。もう大事なテスト期間の時間を家庭科とかに割くやつなんかもうね、バカだと思ってるからね、本当にね。そんな、舐め腐った俺の点数はこちら。26点と。惜しいね。4点。あとなんか、まぐれで2問ぐらい合ってればね、赤点じゃなかったのにねっていう感じなんだけどね。家庭科はみんなちゃんと勉強しようね。次、最後。生物です。もう生物なんかね、勉強しなかったらやばいランキングだ、どうだよの1位ですからね。勉強しなかった結果、こちら。解説のはるきさん、どう思われますかね？この8点というね、生物の得点、いかがでしょうか？そうですね。授業もそんなにしっかりやらずに、ワークとかもね、眺めるだけの生活を送っていって、8点と、当然の結果ではないでしょうか。この解説側の私からも申し上げますけども、生物をちょっと勉強しないというのはね、非常にバカなんじゃないかなってね。頭がおかしいんじゃないかなっていうぐらいのね。もう死んだ方がいいんじゃないかな。ありがとうございます。みんなはしっかり勉強しようぜ。